はい、ございます。持っててくれますか。はい、本日は私の方からの報告は1件です。次期通常国会に提出を予定している総務省提出予定法案についてお知らせをします。総務省全体では4法案を次期通常国会に提出する予定です。でまず予算関連法案としては平成30年度の税制改正に対応する地方税法等の改正法案、地方財政対策に対応する地方交付税法等の改正法案、を国会に提出しご審議をお願いしたいと考えています。その他に提出予定している法律案としましては IoT 機器を悪用したサイバー攻撃によるインターネット障害が深刻化していることに対応するため電気通信事業法等の改正法案、そして公的統計の効率的な作成及び調査票情報等の活用を図るための統計法等の改正法案、これについて検討を進めており、準備が整い次第順次国会に提出しご審議をお願いしたいと考えています。野党の皆さん、国民の皆さんのご理解を得て総務省の提出案が早期に成立するよう総務省を挙げて取り組んでまいりたいと思います。詳細については担当にお問い合わせをください。私の方はからは以上です。幹事社の時事通信の筋から1枚、はい、NHK がこのほど経営計画をまとめました、はい、それによりますと受信料の一律値下げはしないということが示されています。他にインターネットの常時同時配信については、うん、直接的な言及はないんですけれども、ネットの活用を図っていくんだということが書かれています。これらについて大臣の受け止めをお聞かせください。NHK 公表した2018年度から20年度までの経営計画のことですが、受信料収入等の増加、経費節減により確保する財源について 4K、8K、東京オリパラの充実を図るとともに受信料の負担軽減策を実施するとされています。受信料額については3カ年の収支計画の中では据え置くとされています。計画に沿う形で作成された平成30年度予算については、16日の日に上田会長から提出されたところであり、今後放送の規定に基づいて、受信料額の据え置きの件も含めて検討し、その結果、総務大臣意見としてまとめ、閣議決定を経て国会に提出いたします。ネットの活用については、何よりも国民、視聴者のニーズに応えるサービスとすることが一番大切です。例えば、ネット同時配信の試験的提供については、我が国の放送サービス向上の観点から公共放送としての実施ニーズの把握、民間放送事業者との共有等を図りつつ取り組んでいただくとともに、災害情報の提供については積極的なネット活用に取り組んでいただければというふうに考えています。以上です。勝田さんどうぞ。はい、はい、NHK のことなんですけれども、NHK 今回の経営計画でですね、公共放送から公共メディアに変わるということを中心的なテーマに挙げているんですけれども、うん、NHK のメディアというのは放送プラスネットでの配信をするということだという説明なんですけれども、現状そのまだ NHK のですね、ネット配信をどのように認めるかということが、うん、議論されてない中でですね、こういう目標を出すというのはですね、先走りであったりとかですね、あるいは国会や法律を軽視しているという批判もありますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。そういうことを掲げているということは承知しているんですけれども、ご承知の通り NHK の常時同時配信については今総務省の諸課題権で、取りまとめの検討を進めてもらっているので、公共放送としてのあるべき姿について、これからも活発な議論をしていただき、放送全体として、新たな流通にも対応した発展を目指していただくということを私は期待しています。で、常時同時配信等については特段スケジュールを決めているわけではないので、今後引き続き繰り返しですけど、国民視聴者に理解を得ていくことが重要で、引き続き、丁寧に議論していきたいというふうに思っています。以上です。テレビ東京の大沢といいます。日韓外相会談でですね、安倍総理の平昌オリンピックへの出席を求められましたが、総理の出席について大臣としてはどのようにお考えですか。いや、これはもう今総理をはじめとしさまざまな関係者がご検討されているところなので、注視していきたいなと、私個人としてのその
特段の意見というのはありません。総理自らがご判断されることだと思います。あ、すみません、産経新聞の大木ですが、どうも。今国会の法案の提出が、新規の法案がなく、改正などで4本ということで結構絞られた印象があるんですけど、絞られたというふうなお考えはあるのか、どういう特に絞ってません。やるべき法案を、各関係が出してきたということで、そもそも絞るという発想で出てきたわけじゃないんで、はい、大丈夫です。じゃあ他よろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあありがとうございました。